どうもドクター森野でございます。それではですね、本日はグランドメゾン目白レジデンス、こちらの予定価格と間取り、そしてモデルルームホームについてご紹介したいと思います。こちらのですね、グランドメゾンと言いますと、つい先日グランドメゾン成城レジデンスのレポートをお伝えしまして、そちらもですね、結構な方に見ていただいておりましたけれども、あちらはどうなったんでしょうかね。まあ、気になるところでございます。今日はですね、ところ変わってグランドメゾン目白レジデンスということでございます。これ全く個人のですね、一経験の話になりますけれども、目白といえばですね、受験生の時学習院大学を受けまして、その時にですね、馬術部がある大学でしたので、横断歩道を渡る時にですね、馬術部の馬がですね、例えは悪いかもしれないですけれども、家畜をトラックに乗せてるのと同じような感じでですね、馬が運ばれておりまして、私そんなの見たことなかったんで、東京ってやっぱすごいところだなと思った記憶が目白にはございます。それ以外でですね、目白に行く機会っていうのはぶっちゃけあんまりこうないんですけどね、でもたまに行くとですね、同じように、学習院大学の学生さんがいらっしゃったり、馬術部の姿を見るとですね、もうかれこれ20年前ぐらいになりますけれど、時の経験というのが思い返されるわけでございます。物件紹介とは何の関係もない一個人の体験談でございました。では早速ですね、物件概要本題に移ってまいりましょう。売り主はですね、物件名からも積水ハウス、設計は宮川健治建築事務所、施工は松尾工務店で価格は未定、占有面積は 56.12 平米から 85.36 平米で、倉庫数は15個ですね。この15個のうち事業協力者住戸を1個含んでおりまして、さらに管理事務室1室がございます。規模としては地上3階建て地下1階建て、交通面では JR 山手線の目白駅から徒歩9分、西武池袋線の椎名町、こちらの駅から徒歩8分の立地です。所在地は東京都豊島区目白4丁目、竣工予定は2020年の11月下旬ですから、今からあと1年ぐらいといったところでしょうか。駐車場は2台ございます。物件の詳しい地図につきましては、マンションマニアさんのブログの方をご参照ください。こちらの物件、山手線の目白駅から徒歩9分、単調な道のりですから体感時間としてはちょいと長く感じるかもしれませんが、交通量は少ない通りですし、ほぼフラットですから近くもなく遠くもなくといったところでしょう。山手線の外側とはなりますけれども、山手線の駅から徒歩10分圏内で一種低層住居専用地域に位置しているというのは珍しいですね。この条件を満たす分譲マンションはそう多くありませんから、最寄り駅は便利な山手線の駅がいいけれども、低層住宅街に住みたいなという層にはヒットすることでしょう。一種低層住居専用地域のマンションとなりますので、眺望の抜け感には期待できません。グランドメゾン成城レジデンスのようなですね、例外はありますけれども、一種低層住居専用地域のデメリットは眺望の抜け感、こちらを得にくいということですから、仕方ないですね。バルコニーが向く南、西、東ともに接続しておりますから、最高の点ではですね、何ら問題ありません。ただ敷地内で若干の高低差があるため、一部の1階住戸では半地下風、こちら道路よりですね、低い位置となりますけれども、半地下風となってしまいます。外観に関しましては、正面の南部分は至ってシンプルです。グランドメゾンブランドというのはですね、重厚感のある外観とすることが多いので、その点ちょっと驚きです。ただしエントランス周りは植栽豊かなことはもちろん、グランドメゾンお得意の自然石の石積みを外構に採用しており、ザ・分譲マンション感が演出されています。表面、こちら南側だけを見ると自信を持ってこれは分譲だと言い当てるのが難しいだけに、エントランス周りをしっかり作り込んでくれていてほっとしました。
エントランスホールはただ通るだけのスペースしかないくらい狭く、分譲マンションならではの優越感を得るには物足りなさもありますが、石庭を設けてくれているため癒しは自然と得られるでしょう。すべての階で内廊下を採用しており、各個のですね、玄関ドアをしっかり奥まらせているというのはいいですね。エントランス前、エントランスホール内だけではなく、エレベーターホール目の前にも吹き抜けの石庭を設けているあたりはさすがとしか言いようがないですね。エレベーターから見て真正面ですから、出かけるときに自然と目にすることができます。それではですね、予定価格と間取りの一部を共有していきましょう。西北の角ですね、 D タイプ 3LDK73.1 平米で、管理費は月額36,600円、修繕積立金は月額14,600円です。こちら1階がですね、8,890万円で、坪単価は402万円。続いて南西の角 G タイプ 3LDK76.75 平米で、管理費は月額38,400円、修繕積立金は月額15,300円。1階と2階それぞれですね、1階が9,190万円で、坪単価は395万円、2階が9,990万円で、坪単価は430万円です。続きまして、南の中中古ですかね。A タイプ、2LDK56.12 平米、管理費は月額28,100円、修繕積立金は11,200円。1階と2階それぞれ6,890万円、坪単価は405万円。2階がですね、7,490万円で、坪単価は441万円です。続きまして、AR タイプ。2LDK56.12 平米、管理費は月額28,100円、修繕積立金は月額11,200円、1階と2階がそれぞれですね、6,690万円、坪単価は394万円、2階が7,190万円で、坪単価は423万円です。続きまして、 C タイプ 2LDK プラスサービスルーム 70.17 平米で、管理費は月額31,500円、修繕積立金は月額14,000円。こちら3階がですね、1億500万円で、坪単価は494万円です。続きまして、南東の角 E タイプ 2LDK プラスサービスルームで 73.75 平米、管理費は月額36,900円、修繕積立金は月額14,700円、1階がですね、8490万円で、坪単価は380万円。続いて F タイプ、 2LDK プラスサービスルームで 74.16 平米、管理費は月額37,100円、修繕積立金は月額14,800円、2階がですね、9490万円で、坪単価は423万円です。続きまして、東北の角 B タイプ 3LDK と 66.66 平米で、管理費は月額33,300円、修繕積立金は月額13,300円です。2階のお部屋が8,990万円で、坪単価は445万円です。続いて H タイプ 3LDK77.29 平米、管理費は月額38,700円、修繕積立金は月額15,500円です。3階の部屋がですね、1億500万円で、坪単価は449万円です。駐車場のですね、優先権がつく83平米から85平米台の住戸、こちらは1億3000万円台を予定しているということでございました。平均坪単価は駐車場優先権のある住戸を含めまして約435万円、含めなければ約425万円でございます。駐車場がですね、平置きで2区画しかないため、車をご希望の方からしますと、ほぼ優先権付き住戸しか選択肢がないという状況です。駐車場利用料金は月額35,000円を予定してございます。全体的にですね、バルコニーの奥行きは短めですけれども、スパンは取れております。2LDK が南向きということで、日当たりも得たいリンクス層からすれば魅力が大きいことでしょう。B タイプは東向きとはいえ、東側も接続しておりますし、上の階も半分ほどしか被らず、下の階の住戸はない角住戸と決して条件が悪くないため、南向きにこだわらなければですね、狙い目感はあります。浴室に窓がついているというのもいいですね。
2LDK でもですね、設備の使用は落としていない。まあ浴室サイズはですね、少し小さくなるというのは残念ですけれども、設備使用を落としていないながらも単価が盛られておらずですね、60平米以下とはいえ 2LDK が7000万円前後であれば手が出しやすいことでしょう。設備使用はディスポーザー、食洗機、廊下がタイル、キッチン、洗面台の天板は天然石、ローシルエットトイレと手洗いカウンター、ミストサウナ、リビングの天井はカセット型エアコンがついています。玄関前カメラ付きインターホン、ロー服装ガラスなど単価なりのものとなっておりますけれども、直前にですね、見ましたのがグランドメゾン成城レジデンスであったため、そちらと比べると高級感に欠けるものがあったそうです。とはいえですね、単価も異なりますから比べるというのはナンセンスですね。坪単価435万円なりの設備仕様となっております。構造については二重床二重天井、基本天井高は最上階が2600ミリとなっています。それ以外の階は2450ミリとやや低めです。エレベーターセキュリティを導入しておりますので、鍵をかざすと住まう階のみのボタンを押すことができます。それでは周辺相場を確認していきましょう。ファミールグラン目白、2000年築、新宿区下落合3丁目、新築時の坪単価は約280万円で、現在は約260万円。パークハウス目白小苗町、小苗町、どっちかな ?2003 年築、新宿区下落合3丁目、新築時の坪単価は約325万円で、こちら直近売り出しの事例はありませんでした。続きまして、ライオンズガーデン目白、オークレジデンス、2005年築、豊島区目白4丁目、新築時の坪単価は約255万円で、現在は約275万円。続いてオープンレジデンス目白、2014年築、豊島区目白4丁目、新築時の坪単価は約285万円で、現在は約270万円。オープンレジデンシア目白アベニュー、2017年築、新宿区下落合3丁目、新築時の坪単価は約410万円で、こちらも直近売り出しの事例はございませんでした。以上の相場からグランドメゾン目白レジデンス、こちらの将来価値を予想いたしますと、F タイプ 2LDK プラスサービスルームで74.16平米、2階、新築時の価格は9490万円でございますが、築10年時は7700万円と予想いたします。こちらはですね、あくまで今の相場からの予想となりますため、参考ということでよろしくお願いします。管理費に関しては平米あたり月額約500円と目が痛いですけれども、倉庫数が少ない割にはディスポーザー、内廊下、植栽豊かなこともあり、致し方のない水準でございましょう。それでは恒例のシミュレーションの時間がやってまいりました。いやー、森さん、はい、グランドメゾン成城レジデンス推しが激しいです。激しいです。かなり多くの方に見ていただきました。そうですね、はい、まああれはパンダ重工が安すぎだよこれはパンダってのはあんまないよね。あんまない。ただまあ狙い目塾はもちろんございます、はい、まあ無難にですね、はい、2階がおすすめでございます。価格だったりとか、はい、まあ、あとは日当たりのバランスを取ると、まあ、ちょっと1階は厳しいかなと。でこういったマンション、このマンションの魅力は何かっていうと、はい、最寄り駅が山手線という利便性がありながらも少し歩くけども一定層の住宅街、そういう落ち着いた環境が売りなので、まあ、投資というよりか、まあ、利便性というよりかは、こちらは住環境が1に低い。でも利便性もって方なので、はい、あんまり条件悪い部屋は買わない方がいいですね。いや、価値観の問題で。これが駅前であれば、はい、暗かろうが何だろうが、はい、十分つくんですけども、はい、まあ、満足度重視の方が中古でも選ぶマンションですから、はい、まあ、せめてバランスをとって真ん中ぐらいにしといた方が売るときファスト時が楽なんじゃないかなと、まあ、1階とか半地下っていうんですよね、はい、そこはちょっと動かなそうな雰囲気は感じ取れました、はい、
まあ逆に2階とかは部屋によっては抽選かもしれないですね、うん、で価格に関してはですね、はい、高いとは思いません、420ぐらいでしたっけ。そうですね、25とか35とかそれぐらいの、はい、でまあ、そうなってくるとですね、はい、例えば今じゃあ東京の西側、はい、練馬でもってもまあ駅前じゃなくとも今もう300後半ぐらいまで来ております。でまあどうしても周辺だけじゃなくても広いエリアで見たときに、はい、まあ目白で420ならめちゃ高いって感じはないです、うん、まあこんなもんだろうっていうところです。その代わりですね、まあ設備集というか外観というんですかね、なんていうかグランドメゾンの下はちょっと抑えめかなっていう感じするんで、うん、まあグランドメゾン正常レジデンスのような、はい、ズワーっていう感じはないんですけども、まあとはいえエントランス周りはやっぱりしっかり作り込んでますので、まあこれだけ一定層の住宅エリアでありながら価格を知ってのはやっぱトレンドも影響してるかもしれないですね。駅近っていう感じで、どうしてもこれ単調なんですよね、うん、同じ駅距離でも結構単調な道のりなので、はい、若干体感距離としては長く感じるかなっていうので、まあ住宅はそれが売りですからね、はい、そういった方が好むと、まあ千葉のあの森田さんが今芝山ので問題になってますけど、はい、映ってましたけどやっぱり豪邸ですね、はい、ああいう方はこういうなんて静かな、はい、この千葉セントラルタワーじゃないとかじゃない、でもセカンドである人持ってるから、ね、あ、そうです、遊び部屋で芝山でございます、芝山、まあ、そういった感じの住宅街でございます、はい。まあ、ちょっとそのネタになっちゃいますが、あまりにも千葉市長さんの出来が良すぎるので、そうちょっと森田さんも、そう、しょうがない。コップを飲む手もこう震えてますね。あれも演技が、ね、こうなってます、はい。まあ、あれはしょうがないですね。自分ちだって心配ですよ。そうっす。自分ちだって心配でございますよ、誰だって。はい、まあ、しょうがないです。しょうがない。はい、千葉県民はそんな怒ってないですけど、野獣がなんかやたら外が騒いでるだけですね。はい、はい、そういうことでございます。ということで、はい、ということで、はい、行きたいと思います。じゃあ目白は山手線最寄り駅。はい。丸い緑の山手線。スムーレーション。なのありがとうございます。そういえば少し前にですね、 YouTube で山手線の駅ごとのあの音声あるじゃないですか、ドア閉まる前のですね、まあ、それをなんかピアノで弾いてるみたいな、そんな動画がありましたね。思わず見てしまいましたけれど、興味ある方がいればあのご覧になってください。目白はですね、まあ、他の線とぶつかってないので、まあ、割とシンプルな駅ですよね。それでは山手線スムレーションに入っていきましょう。目白をですね、8時2分に出発いただければ、新宿には8時9分、渋谷には8時16分、大崎には8時25分、品川には8時30分、浜松町には8時36分に到着可能です。続きまして逆向きですね、目白駅を8時に出発いただければ、池袋には8時3分、巣鴨には8時8分、日暮里には8時16分、上野には8時20分、秋葉原には8時24分、東京駅には8時29分、有楽町には8時31分、新橋には8時33分に到着いただきます。続きまして都営バス、池袋65、池65というやつに乗っていただきますと、下落合3丁目、こちら8時2分に出発いただければ、目白駅前には8時7分到着、目白警察署前には8時8分、南池袋3丁目には8時11分、池袋の東口には8時12分に到着いたします。
とりあえず山手線の駅徒歩圏内に住んでおけば鉄道利便性の高さは手堅いですよね。ただ単駅かつ山手線の内側ではないということもあり、地下鉄利用が不便ですから、その点は妥協が必要です。山手線の内側にいればですね、土地が低くなりがちなエリア、同じ外側でもですね、乙女山公園側は低いですけれども、土地が低くなりがちなエリアですから、目白台地の住宅街に価値を感じる方が選ぶマンションでしょう。西武線の椎名町駅もほど近いですが、池袋が終点となりますから、所沢方面へ出るとき以外はあまり使うことがないのだと思います。池袋駅へもですね、徒歩15分ほどですから、休日などは散歩がてらに歩くというのもいいでしょうね。池袋駅もですね、ギリギリ徒歩圏内という距離感となります。駅からの動線上については、ほぼ住宅街ですが、途中にマイバスケット、住宅街に合わせた見慣れないデザインの外観ということでございますが、マイバスケット、そして目白通りに出ればピーコックストアと OK ストアが近いですから、日常の買い物も便利です。通学校が目白小学校というのも子育てファミリーからすれば魅力が大きいでしょう。敷地の東側は計画道路、補助73号線となりますが、現実的ではない計画道路ですから、そこまで気にしなくても良いかと思います。仮にこの先100年200年と、なった時にですね、実現しても雪道がゆえに容積率緩和となるでしょうから、建て替えや土地売却も容易であると予想できます。メトロポリタンあたりから建設し、ピーコックあたりを通る計画道路ですけれども、実現は困難ではないでしょうか。それでは総評です。もともとシャーメゾン、ソフィア目白があった土地ということもありまして、相対取引での土地取得なのではないでしょうか。その代わり地権者重工が1個ございます。加えましてモデルルームが合同コンセプトルームということもあってか、現実的な単価設定となっています。気に入ったら迷わず購入と考えていただいて良いかと思います。今の相場で見ればトータルバランスがよく、安心してお勧めすることができます。とはいえ、少し潜り気味の1階の住戸はエリア的にお客さんがつくかどうかはちょっと微妙です。駅前マンションなどではないですから、価格が安くて条件の悪い住戸より価格が高くてもですね、条件の良い住戸の方が動きやすい、そういったエリアですよね。そのため1億3000万円ほどの高価格の部屋はサクッと売れるのではないでしょうか。おすすめとしてはやはり先ほどもマンションマニアさんおっしゃってましたが、2階と3階です。1階も気にしなければ単価が安いということは確かですが、先に述べましたように単価が安いということを求める層が住むエリアではございませんので、バランスをとって2階、尖って3階の方が満足度はもちろん、将来的に売るときにもリセールしやすいのではないでしょうか。それでは今回ご紹介したグランドメゾン目白レジデンス、いかがでしたでございましょうか。それでは物件紹介、ちょっとこれ戸建ての話になりますけど、積水ハウスっていうのはなんかブロックでですね、もうすでにどっか工場で作ってくるので、なんか知らない間に数日間のうちにですね、家が立っちゃうんですよね。そう、そのまま出なくていいですね。そうですね。だからチェーン店の料理みたいな、センタークッキングってですか。いいですね。クッキング。そんな感じで、あれいつの間にみたいなっていう印象が個人的にはございます。セキスイハウス。それではですね、はい、ということで入刀です。はい、プロ野球チップス2019を頑張って集めてましたが、シーズン終了したら急になくなりました、店頭から。あら。ただですね、はい、届きました、はい、例の物が。これ何でしたっけ、キラーカードでしたっけ、スペシャルカードでしたっけ。あ、そう、あの、あれかな、ファイル、あ、ファイルではない、ファイルではないです、カードだったっけ、カードが入ってた。ということで、はい、なんと埼玉県の三郷市から送られてきました。森野正幸さん宛に来てますね。来ましたね、本名で。はい、はい、では開封してみたいと思います。開封の儀です。ちゃんとこうやって届くんですね。そうですね。さあ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 、どんな感じですか。なんか、おお、
結構、結構もったいぶった感じです。ラッキーカード、カードご当選おめでとうございますって来てます。来てますね、でこういうちょっとこう、お、すごいですよ、見てください、今風ですね、さすがカルビー、ご当選の声や画像を SNS にてご投稿願いますって、もうむしろどんどん共有してくれて、これが今の時代、さすがカルビー、なんかマンション業界見習え、このバカ野郎、新築マンション業界をぶっ壊す、これですよ、今時ですね、さすがカルビー、もう何人がこれを見ずに捨てたことか。ちゃんと読む、素晴らしい、こうやってもうどんどん動画でアピールします。さすがですね、さすが送って割りじゃないですね、さすがでございます。では、おついに千葉ロット、これは選べるんですね、何種類かってチェックして送ったんですが、はい、無事に届きました。お、あ、会見幕張店、はい、千葉ロッテマリーンズのこちらはですね、角中克也選手でございます。はい、87年の5月生まれですから36歳でしょうか、はい、石川県出身で、千葉ロッテに2007年に入ってから一筋でございますね、プロに入ってからは一筋のようでございます、はい、成績としては昨年ですが112試合出てます、結構出てますね、はい、で2割6分5厘、まあちょっと3割はいってませんが、本塁打7本打っております。森田さんの方は、はい、私の方はですね、井上誠也選手ですね、誠也89年の7月生まれですから、おそらく8だから30歳ですね、30歳にはちょっと見えない風格ある感じですけど、もう外国人の選手みたいな、すごいですね。はい、で広島県出身ですから、本当は広島カープが良かったかもしれない、ね、可能性はありますね、はい、運命。右投げ右打ち、13年ドラフト5位で内野手で入っています。14年からですね、ロッテで活躍しているという感じですね。試合数は133試合18年出てまして、打率は2割9分2厘ですから、いい成績だと思いますね。素晴らしい、はい、さすが、今回はようやくですね、千葉ロッテのこれ選べたので、はい、あえて千葉ロッテを選ばせていただきました。キラカードで普通のキラと違うのはサインが入ってますよね。そうですね、これ、はい、あの通常で出るキラカードなんですけども、はい、あ、こちらは入ってないですね。このラッキーカードは入ってると。入ってます。でこれいくつ買ったってことか、ちょっと数えさせてください、はい、50なので25個袋買ってます、はい、25個袋を買って1個当たりが出ました、はい、これがどうなんですかね、いいのか悪いのかちょっとわからないんですけども、はい、まあ、まあ25個買って1個出るなら良心的じゃないですか、まですね、2500円で1個ですから、はい、現実感、ただ、はい、これも何種類もあるので、コンプリートってなるとガチで結構友達とかと食べないと、はい、まあいけないのが、まあいわゆる大人買いしなきゃいけないかなって感じですけど、25個で1個出るんだったらすごく良心的だと。そうですね、思いますね。3000円ぐらいですかね、多分行って3000円ですかね、はい、これでカードが届くんじゃ結構なんか嬉しいですよね。ポテトも食べて、はい、カード毎回出つつ、はい、たまにこういうキララッキーカードゲットってことで、はい、しかもこの送られてくるのは、ね、若干ラグあるのかですね、正直若干忘れたのでちょっと時間かかりましたね、はい、はい、これ嬉しいですね。嬉しいですね、さすがカルビー、カルビーいいですね、今時で、はい、新築マンション業界をドクター森野がぶっ壊す、マンションマニアは応援してます。あくまで前面には私が出る。M ポック微妙に、M、微妙にかすってる。はい、ということでね、はい、プロ野球チップス来年は最初からやりましょうよ。そうしたら集まるかもしれない。今回結構途中からやったんで、はい、来年は最初からやりましょう。でも何の巡り合わせか知りませんけど、なんで千葉ロッテが出なかったですね。そう、出なかったんでね、はい、たまたま。はい。かわいい。
これ大人気ですよね。これ何ですかって必ず聞かれますからね。めっちゃ可愛い、触り心地もいい、はい、しかも取れるってことがすごいですね、これは。はい、また UFO キャッチャー企画もやりたいと思います。はい、ところで、はい、野球、プロ野球チップス、また来年もやっていきたいと思います。思います。はい、じゃあ、萌えさん、いつもの締めをお願いいたします。はい、それではまた皆さんお会いしましょう。メロンパン、メロンパン、ウルトラマン。好きな野球選手は、タカツでした。ホワイトマックス。タカツ。アンダースロー。好きなプロ野球チームは、西武ライオンズでしたね。清原が特に好きです。なるほど。あえて言いましょう。締めますね。信じて言いましょう。信じますよ。信じますよ。信じます。清原は大丈夫だ。はい、最近いろいろぐらついてます。信じましょう。清原が好きでした。大丈夫。あの青い帽子何個買ったか分かりません。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。頭の企画もやりたいと思います。